はい、ごめんなさい、皆さんこんにちは。はい、今回はですね、食品製造業必見、官民共同で推進する今注目のロボットフレンドリーの環境とはということで、皆さんと一緒にですねお送りしてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、冒頭すみませんタイミングがずれちゃいまして申し訳ございませんでした。はい、ではまずですね、本日はエプソンスクエア丸の内というですね素晴らしいショールームをお借りして、お送りさせていただきます。まず最初にですねちょっと会場のご紹介をさせていただきたいと思います。今カメラの方に映っておりますのが、はい、映ってますかね。はい、あ、映りましたね。こちらが EP101 というですね、なんとエプソンさんが最初に世に送り出した製品ということで、実はエプソンさんの5社名の由来にもなっているようですね、矢部さん。はい、そうです。はい、エレクトリックプリンター101という形でですね、で、その頭文字を取ってエプ、で、ソンはそれを、引き継ぐ息子たちという形でですね、はい、エプソンという名前の由来となったものになっております。はい、ということでこちらエプソンスクエア丸の内さんにはですねこのエプソンの、いわゆる息子たちがたくさん展示されておりますということでですね、はいはい、今日は一つ大注目のご紹介をさせていただきたいと思います。今カメラが行っております、矢部さん、こちらですよね。はい、そうです。はい、2週間ほど前にですねようやく動き出したロボットアームと手先にですね当社、独自のプリントヘッドが搭載されておりまして、今まさに左側は段ボールの印刷のイメージですね。はい、ラベルシールとかですね、事前の印刷をなくして、もうロボットで印刷を自動化しちゃおうというような自動化装置の展示をさせていただいています。右側は球体面、ヘルメットですね。これもアナログの印刷をですね、もうロボットと当社のインクヘッドでもう自動化しちゃおうというような、我々の強みを掛け合わせた装置の展示をさせていただいております。はい、これすごいですよ。ロボットアームが曲面にですねしっかりと距離を等距離で取って印刷を進めていくことということですから、本当にありとあらゆるものにこのロボットアームとの応用で印刷ができちゃう、はい、ということですよね。もうめちゃめちゃこれ多分用途たくさんあると思いますので、今多分これを見ていただいている皆さんですね、なんかもう問い合わせが殺到しそうな予感でございます。はい、ぜひぜひということで、はい、で、まあ、他にもですね、実はたくさん魅力的な展示がされているわけなんですけれども、有楽町駅から徒歩で2分ぐらいということで、もう非常に来やすい場所にございますので、ぜひ皆さん、ふるってですね、エプソンスクエアさん、丸の内の方に、ご来場くださいというところで、この素晴らしい会場をお借りして、本日もお勧めしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、改めまして、簡単にちょっと自己紹介からさせていただきます。私ですね、チームクロスエフやプロデュース統括の天野慎也です。よろしくお願いします。会場で。はい、コネクテッドロボティクス代表の沢登と申します。本日はよろしくお願いいたします。はい、はい、エプソン販売の、販売企画をしております、矢部と申します。よろしくお願いいたします。はい。はい、スペシャルゲストで、荻野さん、すいません、よろしくお願いします。はい、日本総裁協会の荻野です。今日は申し訳ないですが、京都から参加させていただいています。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。特別今日はご参加もいただきまして進めてまいりたいんですけれども、まあ、改めまして本日はですね、食品製造業界必見ということで官民共同で推進する今注目のロボットフレンドリーな環境とはということで具体的な取り組み事例をご紹介してまいります。で、一番最初のですね講演なんですけれども、ロボットフレンドリーな環境の実現に向けてということで経済産業省産業機械課ロボット製作室室長補佐総括の板橋様よりですね、ご登壇いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さん、はじめまして。経済産業省ロボット製作室の板橋と申します。
本日は本セミナーの方にお招きいただきまして、誠にありがとうございます。本日、別の公務の都合で、セミナーの会場の方で、講演、説明をできないことを、まず冒頭お詫びを申し上げます。大変申し訳ございません。本日は、このセミナーでのテーマがですね、ロボットフレンドリーな環境実現に向けた取り組みということで、まさに私たちは経済産業省と、今回、主催されております、FA プロダクト様、それから、コネクテッドロボティクス様、それから、エプソン販売様、で、またこの後のご登壇もされると聞いております、日本総裁協会様といったはじめとする、様々な企業の方々と、今まさに、官民一体で、取り組んでいる、このロボット導入の、そういった一つのコンセプトですね、ロボットフレンドリーと、な、この環境を実現するということで、まず経済産業省の行政の視点から、まず私の方からご説明をさせていただければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。はい。画面の方を共有させていただきます。はい。ロボットフレンドリーな環境の実現に向けた取り組みということでございまして、まず、ロボットフレンドリー、通称ロボフレと呼んでおりますけれども、まあ、そもそもこの環境とはどういったことかということをご説明差し上げた上で、少し、個別具体の分野での取り組みについてご説明をさせていただければと思います。はい、まずこのサービスロボットをはじめとする、まだこのロボットの導入がなかなか進んでいない今分野というのはたくさんございますけれども、その導入付けの課題ということで、私たちがもともとこのどういうふうな着想で考えたかということをまずご説明いたします。現状というのがこの上半分でございますけれども、まあ、その多種多様のなユーザー様の希望を個別に聞いた、まあ、この左側におりますロボットメーカー様ですとか、システムインテグレーター SIR の方々が、まあ、真摯に対応する。まあ、これはある種、一つの日本企業の、まあ、ある種の強みの側面もあるというふうに思っておりますけれども、ただ、まあ、そういうふうに個別に真摯に対応した結果、そこで出来上がるロボットシステムというものが、特定のユーザー向けとなってしまって、ひいては高コストな構造を生んでいるというふうに考えております。すなわち、そういうふうにして導入されたロボット、あるいはロボットシステムというのは、個別ユーザー向けであって、場合によってはオーバースペックだったり、それによる高価格だったりというような構造が、ロボットの社会実装の限界を生んでしまっているというふうに課題として捉えております。では、じゃあそういった中でどうしていくかというところが、この下半分の今後でございますけれども、その所要の環境に後からロボットを導入させていくという発想ではなくて、そのユーザーにおける業務フローですとか、施設環境というものをロボットを導入しやすい、これをロボットフレンドリーな環境というふうに呼んでおりますけれども、こうした環境へと変革していくことが必要である。それによって、ロボットを一品物化してしまうようなカスタマイズを不要として、そうすることで、ロボットの仕様というものは次第に修練していくというふうに思っております。こうした取り組みを通じて、ロボットをより導入しやすい価格にして、市場をスケールさせて、それによって社会実装を加速させていくというような、こうした構造を作っていきたい。そのために必要なのが、ロボット導入環境のイノベーションであるというふうに考えております。でこういった考え方は、ロボットに限らずですね、これまで、日本、ないしは世界の社会、いろんな新しい技術が社会実装してきた時にも、やはりそういう環境サイドのイノベーションというものが起こってきたというふうに考えております。例えばこの自動車ですとか、もともとは、やはりこの歩車混在、車道と歩道が混在していたものが、しっかりこう分離されて整備される。住宅の建材においても、一定のそのモジュラーコーディネーションというものが導入されることで、その大きさが規格化されて大量生産が可能となる。で最近ですと、このお掃除ロボットですね、ルンバブルみたいな言葉も浸透してきましたけれども、掃除ロボットが働きやすい家具の配置だったり設計というものが、なされることで導入普及が促進されたというふうに考えております。なので、ロボットにおいても、こうした導入がサイドでのロボットフレンドリーな環境を実現することで、ロボットの導入能力を最大限発揮させながら使用修練させていくということを狙いとして考えております。具体的にそういう環境を実現するための取り組みとして、経済産業省主導でですね、ロボット実装モデル構築推進タスクフォースというものを2019年に立ち上げております。で、ご覧の企業の方々に、まさにこの趣旨に賛同いただいて、参画いただいておりますけれども、特に足元、人手不足が深刻だったり、それがゆえに、ロボットの導入の、ニーズ、ポテンシャルが高い分野として、施設管理、小売り、
それから今回のセミナーのテーマでもあります、食品、それと物流倉庫と、まあ、いう今4つの重点分野を設けまして、それぞれのそのロボットフレンドリー環境のために必要なことを、必要な企画化というものを議論を進めていていただいております。で、ポイントとしましては、こちらの赤枠で囲っているユーザー企業と、青枠で囲っているシステムインテグレーター側の企業と、まあ、両者が一体となって、そうした企画化だったりに取り組んでいるということが、このタスクフォースのポイントでございます。で、足元の動きとしましては、この施設管理の分野に、おいてはですね、これまで議論をして検討を重ねてくださった企業の方々がですね、中心となって、一般社団法人ロボットフレンドリー施設推進機構と、通称 RFA という、その一般社団化をいたしまして、もうなのでもうこれはもう経産省の元ということではなく、もうそのまさに産業界の方々が発展的に、まあ、独立自走という形で、そうしたこういった取り組みを進めていただける体制が、この施設管理の部分では整っておりますし、今後も他の分野でもそういった取り組みが、進んでいくことを期待しているところでございます。で、経産省としましても、予算事業で、このロボットフレンドリー環境を構築するための、まあ、その導入サイドの技術開発ですとか、実証といったものに、この革新的ロボット研究開発と基盤構築事業という令和2年度から始めているこの事業の、まあ、ちょっと一部でですね、補助金という形で支援をさせていただいております。で、ここからは、個別の取り組みについての、これまでの取り組み、あるいは今後の展望について、少しずつご説明させていただきます。まずそのロボット施設管理の分野でございますけれども、導入場所としては、まあ、オフィスビルですとか商業施設といった、まあ、いわゆるまさに施設ですね。で、働く施設内の搬送、清掃、警備を担うロボットでございます。で、もうご承知の通り、まあ、これらのロボットは当然移動を伴いますし、まあ、その導入する側からすれば、できるだけ、複数のフロアも、もうフロアまたぎも含めて、多くのエリアで、こう、1台のロボットに今、働いてもらうということが、まあ、コストベネフィットの観点では重要なわけですけれども、じゃあ、ロボットとそのエレベーターとか、扉とか、その通信連携、まあ、これがメーカーごとだったりとかで、まあ、バラバラであってはなかなかそこでコストが合わなくなってくるので、じゃあそのためにじゃあロボットとエレベーター、ないし扉との通信連携の仕組み、方法ですとか、あとそもそもロボットがそこで働くための、まあ、物理的な特性ですね。そうしたものを、まあ、標準化していくことで、ロボットによる自律的な移動範囲を拡大させていきたい。まあ、それによって、この右下に目指す姿とありますけれども、まあ、いかなるメーカーのロボットであっても、どんなエレベーターやドアとでも連携できる。まあ、それによって自律的にタスクを担えるというような世界を目指していきたいというふうに考えております。で、まあ、こうした実証だったり、導入環境の整備というものを、この私たちの先ほどのこの予算事業も使っていただきながら、実証というものも進めておりまして、今年の1月には、三菱地所さんのですね、オフィスビルにおいて、エレベーターとドアと連携をするための、まあ、環境整備がされた上で、搬送整備のロボットが導入をされて、まあ、実装したというような足元で成果が出てきてございます。で、それは単純にその一社に対しての補助ということではなく、それを、その成果を、このタスクフォースの中でしっかり共有をし、それがじゃあ業界内で広げていくための企画化というものも、昨年6月にいたしまして、もう今もこれすでに多くの方々に企業様に使っていただいておりまして、これを今年度、必要な改正をした上で、今後、国際標準化というものも狙っているところでございます。もう一つそのエレベーターとの連携などだけではなく、先ほど少し触れました、その物理的な環境ですね。こうしたものもしっかり整えなければいけないと思っております。まあ、そのサービスロボットの導入課題として、まあ、メーカーからすれば、なかなかその顧客だったりその環境が異なるので、まあ、汎用化量産化の仕様を固めるのが難しかったり、まあ、そもそもその要件定義に時間がかかったり、初期開発費用がかかったりという、まあ、メーカー側の課題。これはもう、同じように、導入サイドのビル側からしても、こうしてほしいという要求を満たすロボットが少なかったり、まあ、投資効果が、期待できずに導入が進まなかったり、そのための 初期導入コストを、まあ、できるだけ抑えたいんだけど、その方法がわからないと、まあ、いうような、まあ、両者にこう課題がある中で、その物理的な環境を、まあ、整理、標準化して、導入コストを低廉化していくというのが、ここの取り組みでございまして、こちらも今、私たちの予算事業を使ってもらいながらですね、ロボフレレベルということで、この
環境因子ごとですね、こういったいろんな項目ごとに、どういうふうになっているとロボットを導入しやすいのか、あるいはしにくいのかというものを、こう、一つ一つ、こう、まあ、レベル分けして、で、まあ、この中で、そのフロアの中でも、じゃあ、ここはこういうふうなレベルだねと、あるいはこういう、ここは、回収が必要だねと、まあ、いうふうに、まあ、見える化することで、ユーザー側にとっても、どこを変えればいいのか、メーカー側にとっても、まあ、どこの仕様を、変えればいいのかと、まあ、いった、検討に資することができり、かつ、それがまた、仕様の修練化につながっていくという狙いを持って進めております。で続きまして、小売分野の取り組みでございます。小売分野では、まあ、スーパー、コンビニといった店舗において、ロボットが、まあ、品出し、陳列ですとか、在庫管理、まあ、レジ決済というものを、行うことができるような、まあ、そういった世界を目指しているところでございますけれども、まあ、やっぱりここの分野、まあ、何といってもその導入サイドといいますか、ロボットにとってのフレンドリーな環境っていうので、非常にキーとなるのが、商品画像マスターデータです。非常にやっぱりこの一つ一つの店舗にある商品数は極めて多いのと、まあ、やっぱりその開配が非常に激しいという中で、ロボットがしっかりこれは何だというふうに認識し、それで恥などの動作を行う。まあ、それがどのメーカーであっても、どのメーカーのロボットであっても、共通のデータベースを参照することで、それができるという環境を作ることが重要であるというふうに考えておりまして、まさにこういったようなですね、学習用データ、ロボットの学習用データというものを企画化して、まあ、データベースとして構築するというような今、取り組みを進めているところでございます。で、これまでの取り組みとしましては、またこれも私の予算事業を使っていただきながら、そのカメラを搭載した移動ロボットが、その画像マスターの、まあ、プロトタイプというものを作って、まあ、それで、まあ、しっかり商品を認識できるかというような、今、まずはそのテストといいますか、実証というものを進めてきているところでございます。まあ、例えばその色違い、同じ商品でも微妙に色が違うもの、まあ、サイズが違うものでも、それなりにこう精度が高い、まあ、その認識をすることができたというような、今、少しずつ成果を出してきておりますけれども、この中にしっかりこの、まあ、画像以外のメタ情報みたいなものもしっかり入れていく、まあ、そのための、まあ、仕様だったり、要件定義というものを今、固めていく取り組みを、まあ、これを小売さん、含めて、インテグレーター企業も一体となって今進めているところでございます。はい、で、次に食品でございます。食品に関しては、本日、この後、まさに実際にこれを担っていらっしゃる企業様の方の対談だったり、講演があるというふうに承知しておりますので、もう本当に私からは触りにさせていただきますけれども、もうポイントとしましては、この左下にありますような、惣菜の、まあ、盛り付け工程ですね。非常にこう人の手間がかかっている、ようなところを、自動化、ロボット化によって、この人手不足を、しっかり対応していくというものを考えております。でそのために、その自動盛り付けラインを作っていくという中で、盛り付け仕様を、まあ、これ緩和していく。これ、食べ物っていうことで、消費者サイドの要求っていうものも非常にあると思っておりますけれども、そうした仕様を、まあ、しかるべき水準まで、にしていく。あるいは、中小の方が、企業の様がユーザーサイドに多いので、できるだけ安価なアームロボットだったり、ハンドっていうものを開発していく。あとその、まあ、その従前の人の方々、人でやっていらっしゃる方々の、そのシフト計算を自動化していくことで、その導入のハードルを下げていくですとか、まあ、こういった取り組みを今まさに、取り組んでいただいている企業の皆様が本日お越しになられていると思いますので、詳細は、皆様からのご説明に譲りたいと思います。で、まず私からのもうご紹介としては、これも私たちの予算事業を使っていただきながら、今年のちょうど3月ですね、もう実際にマックスバリュー東海様の、長泉工場に導入、実装されたロボットでございますけれども、非常に難易度が高い、その粘着性だったり、で、非常に難易度が高いポテトサラダですね、これを、自動で盛り付けることができるロボットシステムを、開発していただいたと。まあ、いうことで、非常に、これ、おそらく業界初というふうに聞いております。大きな成果を着実に出していただいているので、この後も お話あると思いますけれども、これがしっかりと、業界内に広がっていく取り組みっていうものを、今後、進めていっていただけるものというふうに考えております。最後に、物流倉庫の領域についてです。
この物理速度の領域は、まだ他の分野に比べまして、比較的最近ちょっと立ち上げた領域でございまして、これからというところが、が多いところでございますけれども、まあ、物流のサプライチェーンの中でもですね、特にこの、まあ、感染のところを担う物流走行の領域、まあ、ここは、やっぱり多くの人手を要している、まあ、労働主力的な分野でございまして、ここの、まあ、部分にロボットを導入して、まあ、自動化を推進していくということを、今、取り組みとして進めております。で、具体的にはというところで大きく2つありまして、バテハントロボットの、まあ、上位 IT システムの通信インターフェースを、ここをまあしっかり標準化していかないと、まあ、面でそのロボットの導入というのがまあ広がっていかない、まあ、コストベネフィットという面でも広がっていかないというところで、ここの標準化をしっかり進めていくということを、それから、まあ、ロボットが、まあ、認識恥をしていくための、まあ、そのケースの似姿ですね、まあ、大きさだったり、ミシン目だったり、まあ、ここの標準化っていうものを、進めていく。まあ、ここが特に重要な、まあ、ロボットフレンドリー環境というところだと思っておりまして、経済産業省の、ちょっと先ほど来の事業とは、ま、別の、実証事業の中で、この2つの標準化というものを今、まさに進めている、ところでございます。はい。今、4つの分野、それぞれ、今、足元の取り組みですとか、今後の展望をご説明させて、いただきました。で、まあ、それぞれの領域でですね、このロボット導入のための、まあ、しっかりユースケースを定めて、で、それから、まあ、企業の方々に多く取り組んでいただいてますので、まあ、その協調領域っていうところをですね、しっかりこう定めながら、それぞれの分野においてのロボフレ環境っていうものを、まあ、それがどこであって、まあ、そのためにどういうような、標準化を進めていくべきかというところを、一つ一つ、企業様とも一緒に議論をしながら、環境整備のために必要な取り組みというものを進めております。で、それぞれの分野共通でですね、これらを2024年度までにしっかりと環境を構築し、ロボットの社会実装というものを進めていく、こういった今時間軸で、それぞれの分野、各企業の皆様と一緒に取り組みを進めているところでございます。はい。これまで、ロボットフレンドリーの、まあ、環境実現の取り組み、具体的な取り組みを含めて進めてまいりました。ご説明差し上げてまいりましたけれども、最後に少しちょっとまとめ的にですね、この、まあ、ロボフレ環境というものを構築するために、まあ、重要な、まあ、2つのことを最後、押さえておきたいと、ご説明したいと思います。1つはもうこれまでご説明していた通り、そのユーザーサイドの環境を、まあ、ハード、ソフト、両面の観点で、まあ、整えていくこと。でその中で、まあ、運用の工夫で、まあ、対応ができるというところは、積極的にもう運用のその工夫や改善で、対応していくと、まあ、いうことで、できる限りその導入コストを下げていくということが、まず、一つ目として大事なことです。で、二つ目は、まあ、それと同じくらいないし、もう場合によってはそれ以上に重要なことだと思っておりますけれども、その、まあ、ロボットによるそのサービスが多少歪であっても、まあ、まずはそれを受け入れるという、その、まあ、ロボットのそのユーザーサイドですね、これは必ずしも企業の方々のみならず、さらにその先の一般の消費者の方々も含めてだと思っておりますけれども、まあ、そういうある種、寛容さというものが大事だと思っております。で、それは何、何でしょう、その妥協してくださいということでは必ずしもなくて、やっぱりそのメーカーさんあるいはインテグレーターの企業様のですね、まあ技術って非常にまあ高いですし、日々もう進歩しているというふうに思っておりまして、まあ、なのでその一旦人が寛容になって、そのロボットのサービスを受け入れることで、それによって、その市場がある程度大きくなって、企業の側のまあ投資を牽制っていうものも高まることで、もう技術の進歩っていうのはもう爆発的にさらにそれで加速していくと。で、それによってサービスの水準が上がり、さらにロボットの導入が進んでいくという、まあ、好循環を生むことができるというふうに思っております。私たち経済産業省もですね、特にこの1点目のみならず2点目っていう方も含めて、まあ、ちょっとここに YouTube の動画のご紹介もしておりますけれども、まあ、いろんなところで消費者の方々も含めた、こういったロボフレ環境の重要性っていうところの、まあ、政策のご説明だったり、PR もさせていただいております。今回のこういうセミナーの場でも、積極的に、こうした考え方だったりをご説明させていただいておりますので、本当に企業の、皆様、本日お越しの皆様とも、はじめ、
多くの方々と、まあ、一緒になって、このロボフレ環境というものを、構築、実現していって、まあ、ロボットの導入を促進し、まあ、引いては、社会を、人々の生活を豊かにすると、まあ、いうことを、まあ、ミッションに、これからも、このロボット政策進めていきたいというふうに考えております。はい、以上、私からの、ロボット政策、ロボットフレンドリーの環境実現の、ご説明でございます。ご説明をいただきまして、誠にありがとうございました。はい、伊藤さんありがとうございました。ということでですね、今、人に寛容になってほしいみたいなロボフレの、ね、テーマまでしっかりとですね、お伝えいただきました。じゃあ続きましてはですね、我々によります、あと、荻野フェロー、聞こえてますか？はい、聞こえてますかね。はい、我々によりますと、すみません。ですかね。はい、惣菜中食製造の生産向上と多品種生産を可能にするための工夫と取り組みということでですね、パネルディスカッションに入らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ではですね、ちょっと早速ではございますが、まあ、先ほども皆さん自己紹介をいただいたんですけども、一社ずつ、ちょっと皆さんにですね、プレゼンテーションをさせていただきたいと思います。最初はですね、私、天野の方からですね、惣菜中食製造の生産向上と多品種生産を可能にするための工夫と取り組みということでお話の方をさせていただきたいと思います。はい、では皆さんスライドを見えておりますでしょうか。はい、私改めまして天野信也と申します。よろしくお願いいたします。私はですね、実は、この製造業へのですね、キャリアのスタートはキーエスというね、生産メーカーからスタートしまして、40歳で、実は独立起業いたしまして、今ロボットシステムインテグレーター、数社の代表と、あと、このチームクロセフェというコンソーシアムの方を運営しております。で、ちょっとごめんなさい。クリッカーが触れなくなっちゃったかな。はい。じゃあシステムインテグレーターって何かっていうところちょっと触りだけ動画見ていただきたいんですけれども、産業用ロボットは半完結製品とも呼ばれ、ロボット単体だけでは作業の自動化という目的を果たすことはできません。ロボットの先端にハンドを取り付け、動き方をプログラムし、センサーや周辺設備と組み合わせ、一つの生産システムとして組み込むことで初めて価値を持ちます。このようなロボットを使った機械システムの導入提案や設計、組み立てなどシステムを構築する作業のことをシステムインテグレーションといい、その担い手となる企業のことをシステムインテグレーターや SIR と呼びます。システムインテグレーションはシステム全体の構想から機械設備の納品に至るまで多くの工程からなります。そしてその工程には様々な人が携わっているのです。はい、というのがロボットシステムインテグレーターでございました。で、今回のですね、プロジェクトの背景としましては、深刻な人手不足ということで、全産業の中で最もね、惣菜製造における人手不足が深刻ですよということで、これデータでいくと、労働者約130万人中半数近く、約60万人が惣菜製造。で、現場従事者の半分以上が海外、またはご高齢の方の割合も高い。そして2021年10月最低賃金アップということで、2014年比で 20% の上昇というのが期待でございます。そして生産性の低さということで、惣菜業界の生産性が他業界と比較しても低くて、労働者にとって魅力的な環境とは言いにくいということなんですよね。ちょっとすみません。なんか、こんなお話を冒頭させていただいちゃいますけれども、まあ、ここでですね、我々はじゃあどういうふうにこの課題に対してね、取り組んでいくのかというと、技術とビジネスで解決していくというのがですね、チームクロスの目指すところでございます。で、我々7社のですね、この幹事企業と公式パートナー、公的機関の皆様のご支援をいただきつつですね、この図でいう一番下のところですよね、上位側のデータに柔軟に対応する製造ラインと物流システム、こういったものを一貫して作るのが得意なチームとなっております。実際にですね、我々製造業は3つの大きな課題が存在しています。人手不足、そして編集・編量生産、生産性向上と。
もともとはね、工場っていうのは一つのものを大量に生産するっていうのが、まあ工場の得意領域だったんですけど、最近気づけばですね、少量多品種になってしまっていると。さらに人手不足が追い打ちをかけて、結果生産性の向上が上げられないっていうね、こういうちょっとまあデッドロックになっちゃってるということなんですよね。ここで自動化やデジタル化を進めて、製品の作り方自体を変えていくっていうね、必要があるというふうに考えております。現状を打開するために有効と言われるのが、もう DX。皆さんね、聞いてると思いますけど、デジタルトランスフォーメーション、製造業における DX。これがもう一番のキーだというところでございます。一方でですね、DX って本当に進んでるのかなっていうとね、いろんなご意見あるんですよね。効果わかんないよとかね、デジタルに精通してる人いないとかね、どっからやっていいかわかんない。現場デジタルに抵抗があると。一方で、これね、これずっと言ってても始まりませんから、まあ、我々エキスパートとですね、二人三脚で推進していきましょうということをご提案しております。まあ、そもそもね、なんで DX の投資対効果が取りにくいのかというと、やっぱり人を二人減らすために、じゃあロボット二台入れるみたいなのはわかりやすいんですけど、さらに広範囲で長期的なところに、まあ、効果が、及んでいきますので、やっぱり見えない価値を考慮に入れていかなきゃいけないと。そうするとですね、投資対効果が見えづらくなっちゃうということだと思っております。じゃあ、ここでですね、その投資対効果を見づらいんだけれども、見るためにはどうしたらいいかということで、我々が活用しているのがデジタルツインというものですね。他はまあ皆さんご承知の方も多いと思いますけど、デジタルとリアルが連動する技術、これがデジタルツインですね。で、このデジタルツイン環境をしっかりと整えることによって、企業活動の他の、まあ、例えばセールスだったり、アフターだったりですね、サプライチェーン全体、まあ、こういったところに様々に価値が創出されてまいります。で、こんなことばっかりだとね、分かりづらいと思うんで、具体的にお見せします。まずですね、生産シミュレーションという、まあ、いわゆるこれはですね、アナログの工場をデジタル上にコピーいたします。ね、その中で成立性とか、例えば最小何人で回るのかとか、スループットどれぐらい生産できるのかというのをコンピューター上で正確に未来予測していくという技術ですね。ちょっとこちら見ていただきたいんですけれども、生産ラインの成立性検証ということで、まあ、これ非常に代表例をお見せいたします。まずこの生産ライン、一番簡単な生産ラインとして、設備1から5までを製品が流れていくと、完成というもので、これ10時間で630個作りたいなとした場合に、実際皆さんこれ何個作れると思いますかっていう質問をまずします。まあ、これシミュレーションでね、明らかにしてきますけれども、これ皆さん見ていただきますと、設備2がね、最大個数が1時間あたり64個ですから、10時間だから640個作れるんじゃないかなって思われるかもしれないですけど、実はね、640個までは作れないんです。さあ、なぜかなと。ね、これ実際に生産量を求めていくためには、さまざまな設備ごとのパラメータをこのように、ね、入力していきます。で、10時間動かすと571個。ね。これなんで571個なのかというと、実は設備にはフル稼働できてないんです。設備1も故障したりするので、その間設備2が止まっちゃうわけですね。と、640個は大きくできなくて571個。じゃあどうするかっていうと、設備2をフル稼働させてみたいなと当然考えるわけですが、そのためには中間在庫を用います。で、今当てずっぽにね、ちょっと10個ずつ入れてるんですけど、10個ずつ入れると、じゃあ639個ということで、設備2がね、フル稼働して、当初の予測通り約640個作れる。ということは、このラインの最大生産数は640個だということが同時に分かりました。一方で、今回の目標を思い出していただくと630個なんですよね。ちょっとですね、9個作りすぎちゃってるので、ここはシビアに行きましょうということで、630個ぴったり作れて、今度ね、中間在庫も10個ずつだと多すぎるんですよ。ね、なので、在庫がぴったりで、630個作るにはどうしたらいいかなってことを求めたくなるわけですね。で、今当てずっぽで5個入れてみても、これじゃやっぱり630個作りすぎ。というところで、ここがポイントなんですけれども、目標生産数630個かつ最小の在庫にしたい。在庫いっぱい持ちすぎるとね、キャッシュフロー圧迫しますから。で、これを計算してみると答えが出てくるんですけども、630個ぴったり生産して、最小の在庫は5413ということが分かりました。ということなんですね。で、ここで何がポイントかというと、間骨で対応していたものを、実際にこのデジタルでシミュレーションすると、必要な設備台数とかスループットをしっかりと示して、最適な設備投資を検証してから実装が可能になることなんですね。はい。で、実際にこういったものを活用するプラス、さらにはですね、3D の動作シミュレーションということがあります。今回ね、先ほどのご登壇の中でデリボット、デリカテッセンロボットの略ですよね。
はい、デリボットのご紹介いただきましたけれども、今回このような形のプロジェクト体制で、FA プロダクツがプロマンに入らせていただいて、コネクテッドロボティクスさんの方でシステム構想設計や、ロボット制御ソフトウェア設計、ハンド設計実装していただき、システムの構築、ごめんなさい、インテグレーションを日本サポートシステムがやって、技術サポートをオフィスフェコムにやっていただいたという、こういう座組なんですけれども、不可能と言われた不定型食材の定量盛り付けを可能にするロボットシステム。まあこれ詳細はね、後で沢登さんの方に、ご説明いただきたいと思うんですけれども、これを作るにあたって、まずはね、どういう過程でシミュレーションしていくかっていう、もともとここね、7名体制でやってたんですね。で、これを、まあ、3名体制プラスロボット、デリボット4台に置き換えましょうという構想を作りました。で、その時に活用されるのがこのシミュレーションなんですね。まあそもそもどんなロボットがいいのかなとか、どんな動きがいいのかな、いきなりぶっつけ本番でリアルを作っちゃいますと、これかなりね、リスクが大きいです。そしてね、実はここに至る前までにも、実は工場全体を全部デジタル上でシミュレーションして、最もいわゆる人の負荷が高いとかどこなのか、逆に言うと負荷が低いところはどこなのか、そういったところも検証した中で、ここを対象といたしました。はい。ということでですね、正確に未来予測をしながら、このシミュレーション技術を使ってですね、最終的にはこのビジネスで解決していくというのがですね、このチームクロス FA の目指すところでございますというところでですね、バトンを渡していきたいんですけども、デリボットにつきましては、もう佐野さんがね、ご紹介をいただきたいと思いますが、ね、製造業から日本を元気にということで、ブランディングジャパン掲げまして、チームクロス FA 引き続き頑張ってまいります。はい、じゃあすみません、よろしくお願いいたします。はい、では次に当社コネクテッドロボティクス株式会社のご紹介をしていきたいと思います。私、繰り返しになりますが代表の沢登と申します。はい、まずですね、当社のミッション、ビジョンといったところをご紹介させていただきます。当社はですね、食産業をロボティクスで革新するというミッションを掲げております。で、ビジョンとしましては3つございまして、1つ目がですね、労働者目線で見て辛い労働がなくなるような世界にしようと。で、2つ目が、人手不足を解消し高い生産性を実現しようと。これは労働者目線に対して経営者、生産者目線ですね。で、3番目、最後にですね、消費者目線でいつでも美味しく健康な食を楽しめる。そういった世界を、実現しようということで、我々が、目指すまでもなくですね、おそらく、こういった流れっていうのは、世界的にも、日本としてもあるとは思うんですけれども、そこに我々としてですね、少しでも貢献したいと、そういう思いを持って、我々やっておりまして、ロボットの、会社、いわゆるロボットメーカーさんですとかシステムインテグレーターさんたくさんいるとは思うんですけども、我々ですね、特にこの食産業に特化しているというところが最大の特徴でございます。はい、会社概要ですけれども、当社ですね、2014年に私が創業しまして、当初は産業用ロボットのコントローラーの開発をしていたんですけれども、2017年からですね、食産業に完全にフォーカスして事業を進めております。我々ですね、東京農工大学のキャンパスの中にほぼ全ての研究開発施設がありまして、そちらでですね、日々共同研究もしながら大学とですねやっております。それと我々もですね、福島県の南相馬市と連携をしておりまして、そちらでもですね、パートナーの会社さんと一緒にですね、飲食業や食品工場向けのロボットの試作や組み立てなどを行っております。はい。で、我々の今までの取り組みを少し、ご紹介させていただきたいと思います。デリボットについてはこの後ご説明するんですけども、我々ですね、主な事業としまして、外食産業から始めておりまして、そこでですね、我々の今メインとなっておりますのは、こういったそばロボットですとか、このそばを茹でる茹で麺機ですね、省エネ、水システムというのを、ております。で、こういったものを導入するとですね、人気の蕎麦屋さんであっても一人でワンオペでですね、しっかりこう回せるというようなことが実現できます。で、これロボットがやってるだけではなくてですね、様々な機器が連携しておりまして、
こういったカウンターにある、揚げ物にですね、どれだけ分量があるかと、ロボットがそれを受け取りながら調理したりですとか、会計を自動化したりですとか、このお皿をですね、お客様に持ち帰っていただいたものをロボットが、払ってくれる。こういったところをですね、我々のロボットコントロールや AI の技術で実装しております。このロボット自体はですね、我々作っておりません。で、我々も、システムインテグレーターさんとやっていることは似ているんですけども、特に我々ですね、食産業に特化していると申しましたが、技術的にはロボットコントロールと AI の技術に特化しております。で、私のバックグラウンドとしましても、さまざまなロボットアームをですね、コントロールしまして、これまで半導体ですとか、自動車産業、電子部品、組み立て産業で使われていたような技術をですね、さらにこの食品の分野に応用していくというのが技術的な強みでございます。で、我々外食事業と食品工場をやっておりまして、特に今回ですね、食品工場事業というところで惣菜盛り付けロボット、デリボットというのをですね、天野さん率いるチームクロス FA さん、そしてエプソン、様のご協力もあって、製品化を進めてまいおりますので、こちらのご紹介をしていきたいと。我々のビジネスモデルとしては、ハードウェアをですね、作っておりません。ハンドの設計などはしておりますが、そういったものをですね、サービスあるいはソフトウェアライセンスとして販売しているというような会社となっております。で、コア技術としましては繰り返しになりますが、我々はですね、特に食品の分野でですね、この食品の取り扱いと画像認識を含めたセンシングの技術を含めまして、ロボットがやる中でも最も得意なのはピック&プレスなんですね。それをですね、食品に特化して、なおかつ周辺機器と連携させるといったところに特化したコア技術を持っております。はい、では盛り付けロボットデリボットの開発についてご説明いたします。で、長食惣菜市場といったところでは、天野さんからもご説明あった通りで、大きな市場で、これからも伸びていくんですが、従業員も多い反面、生産性がなかなか上がらないと。これはですね、私も工場見学させていただいて、やはり手の数、人の数だけ仕事が、あるというか、仕事をですね、手でやらなくてはいけないというふうになってしまって、どうしても、一人、がやる、生産性っていうのは限られてしまうというのが問題になっていると考えられています。そしてまたこの業界でなんでこう機械化が進まなかったかって言いますと、多品種少量生産不定型、こういったものはですね、なかなか専用機械ではできないといったところで、知能あるいはセンシングを兼ね備えたロボットというですね、さまざまなものが扱えるようなものが必要だろうということで我々が取り組んでおります。では具体的にデリボットのご説明 していきます。こちら天野さんからも先ほど説明ありましたように、不可能と言われた不定型食材の定量盛り付けを可能にする、しかもですね、多品種にこれを展開していこうというのが我々が今取り組んでいるところでございます。で、実際どのように動くかというところですね、先ほどシミュレーションでありましたけれども、現実問題、これ実際に工場で動いているところなんですが、このように不定型でですね、本当に、毎回のですね、盛り付けのたびに形や、状態も変わっていくようなものをですね、定量でしかも素早く盛り付けるというところがなかなか大変だったんですけれども、これをですね、可能にしました。で、こちら、段取り替えも簡単にというところですが、この段取り替えもですね、数分でできると。食品工場の皆様ですね、一つのラインで、10種類、20種類と。たくさんのものを扱うときに、我々のロボットがそういった段取り替えに対応できるようになっております。またこれ、実際にですね、7人のラインだったところを、4台のロボットで3人でできるようにしているというところがわかると思うんですけれども、こういったロボットでですね、我々盛り付けるところを担当し、チームクロス FA 様にはですね、全体のシステムのシステムアップをやっていただいて、容器供給機も含めてですね、作っていただいたというところです。で、動作フローとしては、空のトレイを供給してもらって、定量で食材を端、これはですね、手元についたセンサーで、重さ、形状といったものをですね、測るだけではなく推測もしてですね、適切な動きで持って、定量を盛り付けます。で、所定の位置に盛り付けと書いてありますけれども、これもですね、しっかりと、
掴んだものが、定量落ちてですね、しかも、見にくくない、ちゃんとした形でですね、盛り付けられるように動き、材質、そしてハンドの形状といったところを工夫しております。そして最後にですね、押し出し機構で次に送っていってもらうというところですね。これ、実際我々作るときにですね、ユーザー視点を取り入れて、3つの課題に、対応しております。1つ目は、これ冒頭申し上げましたように多品種少量生産ですので、様々な品に対応しなければいけないということで、ロボットの汎用化が問題になりますが、そちらに対してですね、ポテトサラダだけではなくて、ポテトサラダの中でも、サイズもありますし、品質の違いもあります。それだけではなくてですね、マカロニですとか、後でお見せするひじきですとか、筑前煮ですとか、様々なものにですね、対応できるようにしております。で、様々なものができる一方、段取りが大変だとなかなか使えないですので、それをですね、簡単素早くできるようにしております。で、最後にですね、そういったものをロボットでやろうとすると、なかなかこう速度が合わず、特に食品業界、多くの品物をですね、素早くやって、処理していかなくてはいけないので、速度というのは非常に問題になるんですけれども、そこもですね、人と同様の速度、スループットでできるといったところが、我々が克服した課題となっております。で、実際ですね、我々それだけではなくて、少ないセンサー量情報で定量恥と書いてありますが、センサーをですね、1個だけでですね、定量でやっております。カメラをつけたりですとか、様々なセンサーをつけると高価になってしまうというのと、なかなかいいセンサーをつけないと、定量ですとか、精度に問題が出るといったような課題をですね、こうやって克服しております。で、最後にですね、素材感を残した盛り付けてありますけれども、どうしてもですね、ロボットをやってると掴むことに集中してしまうんですが、今回のですね、盛り付けというところでは、この盛り付けという言葉からもわかるように、最後にちゃんと置くというところが非常に重要でして、これをですね、ハンド形状、プラスですね、我々のロボットコントロールと、そしてハンドの、材質ですね、表面材質といったところにもこだわって作っております。で、実際ですね、今までのロボットですと、一定の形状ですとか一定の重さのものを扱うっていうところをですね、今回、粘着性の高いポテトサラダのようなものですとか、様々なものに対してですね、ほぼ定量で、しかも、動きもですね、状況に合わせて、行えるというところを実現しております。で、多品種対応といったところ、少し画像を見せます。こちらですね、サラダだけではなくて、こちらの製品を作っております。花ですとか、ひじきですとか、筑前煮ですとか、さまざまなものを実際にやって、これらをですね、管理することで、で、こちらのデリボットですね、我々4月にですね、4月から正式稼働させているんですが、先月ですね、2022年10月にロボット大賞の、中小ベンチャー企業賞といったものを、いただくことができまして、まあ、非常にですね、期待をされているということで、今後もですね、多品種対応ですとか、さらなる速度、コストをそういったものの改善に向けて、今も開発をしているところです。で、こちらがその開発ロードマップとなっておりまして、今まで出したものがバージョン1といったところなんですけれども、今後ですね、さらにバージョン2、バージョン3と進んでいきますが、今特にですね、バージョン2のところに向けまして、国内で量産の展開を、するというところを目指して、小型化ですとか多品種対応といったところを進めております。小型化に関しては今まではですね、1メートル四方プラス、装置間の、距離、マージンが必要だったんですけれども、そういったことをなくですね、60センチ四方ぐらいのスペースで、しかも連結させて置けるといったような、小スペース化ですとか、先ほどお見せしたような、汎用化、多品種対応を実現しております。で、最終的にはですね、さらなる汎用化によって、
固形物も含めてですね、例えばお弁当ですとか、そういったものもですね、一緒にやったりですとか、蓋閉めといったような後工程も含めて、やっていくといったところを目指しております。うん、で、我々ですね、フードテックジャパンという展示会に12月7日から9日幕張メッセで出しますので、こちらぜひ、実機を、展示しますので、来ていただけると幸いです。はい。というわけで、当社説明以上になります。ありがとうございます。メリボットは大体何万台ぐらいいけそうなんですかね。そうですね。2030年までに10万台を目指しております。はい、10万台ということで、ね、素晴らしい。もう僕らも10万台分なので作らないといけないですからね。ね、はい。量産しなければ量産しないといけない。エプソンさんには、はい、頑張っていただきたいなと思います。はい、我々が一番頑張らなきゃいけない。そうです。はい。ありがとうございます。じゃあ、はい、続きまして、エプソンさん、ちょっと私からやっていただけるさまのぼりさんに。もともとはそのロボットのコントローラーの設計をされていたのを、まあ、17年からこのフードの方に舵を切ったっていうのは何かきっかけがあったんですか？そうですね。それまでの私の仕事って基本的には、そういったロボットのコントローラーを作ってくださいといったようなものを、に対してこうレスポンスする形で、まあ、いわゆる受託に近いことをしてたんですけども、もっと自分からですね、社会課題にプロアクティブにというか主体的に取り組むんだったら何だろうと言った時に、私のバックグラウンドとして実は飲食っていうのは非常にですね、重要なところがありまして、私実は大学院卒業して最初の仕事がその飲食業を立ち上げるっていう仕事をしてたんですね。ただそれ1年だけだったんですけども、その時に非常に感じたのは、毎週毎週ですね、100時間近い労働をしてですね、稼げるお金って非常にわずかだったのと、やっぱりそんなに長時間やらなくてはいけない。人手不足もそうですし、仕事の肉体労働というところで、この大変さですとか、本当に労働集約型で生産性が低いっていったところに非常に問題を感じてですね、自分のかっこいいお店を作りたかったんですけども、それ以上にこの業界には本当に大きな問題が横たわってて、正常なエコシステムですとか経済性ですとかっていうのがなかなかうまく機能していないなと。食産業ってこんなに大事なのにこんなに大変なんだっていうですね、気づきがあったんですね。これもっと元をたどると、私の実家の祖父母も飲食業それぞれやってまして、そこで見た世界って非常に楽しそうで、自分の好きなことができて憧れてたんですけども、実際に、しっかり、儲かるかっこいい店をやろうと思ったらすごく大変だということがありまして、まずはこの、調理ですとか、飲食業の仕事をロボットでなんとかやろう、これが自分の仕事だと思って、進めまして、で今ですね、そこから5年半経ったんですけども、単に飲食業だけじゃなくて食産業全体としてですね、川上から川下までしっかりそのエコシステムを作らなきゃいけないなと思いまして、飲食業、食品、加工業、そして、まあ、将来的には食料生産といったところも含めてですね、スコープに入れて取り組んでいるというところでございます。最近、コネクテッドロボさんともやっぱ仕事をさせていただくんですけど、沢野織さんの思いを伝わっているメンバーが集まっていてですね、非常にこう、その意義と意志を感じながら仕事をされているなっていうのをすごく感じますので、特にまあ、フードテックジャパンなんて、その皆様がいらっしゃる場にはなると思いますので、ぜひ皆さん、はい、ご来場いただければと思います。コネクテッドロボソンですね、じゃあそれは。エプソンさんと同じです。デリボットもバッチリ。そうですね。はい。はい。はいはい、ありがとうございます。それではすみません、簡単にですけれども、ちょっとエプソンもですね、先ほど天野さんであったりとか、皆様のご紹介あったように、まだ装置の中で比較的言えばロボットっていうのが重要な要素になっていきます。ただし、ロボットだけお客様にお渡ししても、そのロボットだけで仕事ができるっていうわけではなくて、天野さんのお仕事であったり、沢野さんのお仕事、SIR と共にやっぱり提供していただかなくてはならなくてですね。で、さらに、エプソンがなぜちょっと食品の方に、舵を切っていくかっていうところも、合わせてご説明をさせていただければと思います。はい。はい。で、我々親会社はですね、セイコーエプソン、長野の会社で皆さん、ご存知だと思いますけれども、私が所属するエプソン販売に関しましては、セイコーエプソンで
作った、企画したものを、責任を持ってお客様に届ける、マーケティング販売を責務としている会社で、新宿に本社がございます。2021年まではですね、この、エプソンの中でのロボット事業は、ロボティクスソリューションという名称の事業だったんですけど、ロボットを届けるだけではなくて、セイコーエプソン、プリンターもプロジェクターも、やっぱり量産品非常に扱ってますので、はい、ものづくりという観点でも非常にまあ強みを持ってるであろうというところですね、うん、ロボットだけではなくて、ロボットを使う環境、ノウハウも、お客様に届けようという意思を込めてですね、マニファクチャリングソリューションズと、少し幅広い、事業展開をしていくという形になって、成長領域とですね、してですね、活動をしております。で、もともと歴史は古くですね、1983年、セイコーの、時計ですね、ムーブメントを、自社で、生産体制を、しっかり作るためにですね、自社のロボットを作ってきたのが、なりわいになっています。なので、エプソンのロボットって、小型、中型のラインナップが非常に多いので、今回、はい、食品の TC ですね、現場でですね、使われるような小型化、はい。そういったところのキーワードにはマッチするのかなという考えております。でこの先ですね、我々のロボットで、このちょっと上見づらいですけれども、はい、力のロボットでもですね、天井に吊るしながらですね、360度旋回できるっていうような小スペースで使えるようなロボットもございますので、はい、食品の皆様にもしかしたらこういうロボットでのご提供が、できるのかなということを妄想しながら、はい、活動をさせていただいております。で、ムーブメントの組み立てですけど、昨年度ですか、天野さんにも、はい、ご一緒いただきましたけれども、秋田エプソンというグループ会社でですね、まさにロボットを500台弱ぐらい使いながらですね、はい、量産をしているという強みもですね、お客様見学もできるような、施設にもなっておりますので、またぜひ、はい、ご来場ください。で、エプソンの強みでございます。プリンター、プロジェクター、ロボット含めてですね、小、小、生という3つのキーワードを掲げております。小さく作って、いらないものを省く、もしくは小スペース、だけれども精緻であるべきというような、ポリシーを持ちながら作っていますので、そういったところは、廉価版、安価というキーワードがあると思いますけれども、はいはいはい、そういったところで還元、できるのかなというところであったりとか、はい。あとはですね、実は、スカラロボットで言うと、10年連続グローバルで、シェアが、台数シェアがナンバーワンという、お客様の接点を持っているというところも強みでございます。あ、ごめんなさい、11年。11年連続でございます。はい。なので、それだけのロボットを量産できる仕組みがあるというところであったりとか、廉価、安価というところにもつながるような背景があるというところでですね、こういった食品の社会課題解決に向けて動いていきたいと考えております。で、まだまだやはり国内のお客様もですね、基幹産業である自動車であったりとか、電気電子のお客様へのお届けという形が多いんですけれども、はい、これからの人手不足であったり、先ほどの課題であった食品であったりですか、産品業界と言われるようなところにもですね、ロボットが届けられるような、はい、仕掛けをしていきたいなと考えております。はい。で、こちらですね、食品 TC の中で、我々は、廉価ロボットのですね、テクニカルコミッティに参画をさせていただいております。で、ものづくり側の長野のセイコーエプソンと、我々マーケティングの、エプソン販売とですね、組みながら、インテグレーター様、もしくはエンドユーザー様の意見を反映したロボット設計であったり、企画を、この先ですね、この業界にイノベーティングが起こるような設計ができればいいなというような形でですね、活動をさせていただいておりまして、この取り組みですね、毎年、ステークホルダーに、ご覧いただけるようなエプソンの統合レポートという形ですね、そこにですね、マニファクチャリングソリューションの図の活動として掲載をさせていただきまして、セイコーエプソンとしてもこれはやっていくぞというような前向きな姿勢を取らせていただいてございます。ので、はい、引き続き、皆さんご指導をよろしくお願いいたします。で今、ロボット側の取り組みですね、マックスバリュー東海様の、ロボットは、一旦開発は終了してまして、今期、さらにですね、廉価で、小スペースで、なおかつ機能を盛り込んだロボットの開発をさせていただいております。で今までは、やっぱりマニピュレーター本体と、コントローラーっていうのが別でですね、比較的そういったところで装置の場所を、活用せざるを得なかった状況なんですけれども、弊社、少々性能、ノウハウも含めてですね、
あのロボットをやっぱり、小さく作るというノウハウもございますので、もうコントローラーがいらないモデルを実はラインナップをさせていただいておりまして、物がなければ安くもできますし、小スペースもできるっていう形でですね、コントローラー内蔵型の、ロボットをベースに、小スペース、かつやっぱり早く動くっていうところに協力をさせていただきたいなと思ってまして、今まさに取り組んでいるところでございます。なおかつ通常の 100V の電源で使えますので、省電圧でやっぱりロボットを高速に動かすというような強みもやっぱりエプソンございますので、まあ、そこから少し、イノベーティブなロボットが出せればいいなというようなところを、はい、進めさせていただいてございます。もちろん、食品工場で必要な、最低限の使用に対してもですね、はい、アプローチはさせていただきながら進めております。はい。ですので、コストに関しましても、今まさに、これが2桁パーセントぐらいが削減できるような、要素設計であったり、使用の方を詰めながらですね、小スペースを守りながら、本当にもう電源1本でさせるような、装置稼働ができるようにですね、はい、リーズナブルな形で進めていきたいと考えております。はい。簡単ではございますが、まあ、非常に大きな社会課題でもある食品の業界に関しましては、我々、ロボットという部分の企画、ものづくり側でですね、サポートさせていただいて、まあ、我々の、コーポレートのキーワードもある、エクシード、要はビジョンですね、もしくは我々のビジョンも超えていくような何か価値が提供できればな、というところを取り組んでおります。はい。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。今も矢部さんのお話からね、ありました通り、これからもうどんどん台数がね、出ていくと、まあ、廉価安価だったり、使いやすくだったりとかっていうことで、あ、なんかお知らせありますか？大丈夫ですか？あとでお話します。大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫です。はい。ちょっとこれから台数をね、作っていくっていう、まあ、我々ですけれども、やっぱり課題はさっきのロボプレ、まあ、お客様に、まあ、すごくこう、柔軟に受け取っていただきつつなんですけども、まあ、やっぱり、佐野さんというか、どのあたりが一番こう、ポイントですかね？このバージョン2、どんどん台数を作っていくにおいては。そうですね。当然、汎用化っていうのもあるんですけれども、はい、とか、小スペース化とか、性能の部分もあるんですけれども、やっぱりお客様が求めているものっていうのが、すぐ使えるというところだと思うので、うんうん、我々もですね、その辺をですね、ソフトウェアとか、ロボットの賢さというか、使いやすさっていうところにこだわってですね、はい、現場に持ってって、すぐ使えますというところを目指して、うん、ユーザー様側の労力をなるべく最小限に抑えて、その試す最初の敷居をですね、極力下げて、できるだけ皆様に、あ、もうすぐ来月から使いたいですというような感じで、まあ来月と言わず今日からみたいな感じですね、はい、できるようにしていきたいと思ってますね。そうですね。確かに、マックスバリュー東海様のちょっと現場も拝見させていただいたんですけれども、そうすると、やっぱり従業員の方、今いる従業員の方たちが、そこまでこう、ノウハウ技術がなくても、ボタン一つで操作ができるっていう感覚がないと、なかなか、そこもロボットフレンドリー、寛容なっていうキーワードは出てこないのかなっていうのをちょっと肌に感じましたね。はい。そうですね。まあ、我々もあと導入した後ですよね。あとも、まあ、メンテナンスだったり、定期的な保守。まあ、こういったところを我々、まあ、インテグレーターは、まあ、設置だけではなくて、しっかりとアフターの方も、まあ、サポートできるような仕組み作り。まあ、こういったところも合わせながら、まあ、本当に入れたらすぐに使えて、サポートも安心と。で、もう、ロボットはもう、めちゃめちゃいいやつがこれからできてくるというようなお話もありましたから、はい、これはもう本当に未来すごく明るいんじゃないかな、というふうに思っております。はい。というところでですね、小木野フェロー、聞こえますか？はい。はい。じゃあ。あ、聞こえました。すみません。ありがとうございます。続きましてはですね、はい。小木野フェローから、ちょっといろいろなことをまた教えていただきたいと思います。ロボフレと合本主義で中小食品製造企業の機械化を加速すると。というテーマでですね、お話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、私の方からスライドを共有いたしますね。改めまして、日本惣菜協会の荻野と申します。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、先ほど皆さんの方でね、ロボフレというのは何なんだろうっていうのをね、いろいろお話していただきました。で、ロボフレを一新させるときに、
我々重要にしてますね、合本主義という考えもね、合わせて今日ね、お話をさせていただきたいと思います。まあ、これ、中小企業の食品、特に食品製造業にね、機械化というのはなかなか進んでないんですね。で、そこをこのロボフレート合本主義で、どんどん機械化していこうと、人手不足をなくしていこうという考えでございます。で、自己紹介はまあ簡単にですね、私、前々職が日立製作所、で、前職がキューピーですね。で、その後ですね、惣菜が一番機械化が大変だ、まあ、皆さんね、困られてるというところで、キューピーを退職して、で、日本惣菜協会に、去年からですね、お世話になっているところです。で、惣菜協会はですね、お話しますと、もともとですね、生産性向上を近代化ですね、業界の近代化、合理化、このために作られたもの、かなり歴史の古いものです。昭和52年できましたね。今、641社になっております。で、先ほど申し上げた合本主義。そもそも合本主義って何なんだろうというところでね。これ、渋沢栄一さん、青天をつけでね、見られた方、渋沢栄一というね、見られた方と思います。彼が合本合本って言ってね、嫌がられた時ありますよね。合本って何なのかっていうと、2冊以上の本を合わせて1冊にする。要は、知恵を合わせて1つのものにして、さらにね、価値を大きくする。こういう意味でございます。で、渋沢栄一はですね、これ一番最初にやったのは、蔵に眠っているお金、散財しているお金を一つに集めて、これを流通させるようにしよう。まあ、いわゆる銀行ですね。銀行を作ったわけですね。これ一番日本の最初の銀行を作ったのは渋沢栄一でございます。その後、数百のね、企業をインキュベートして、資本主義、日本の資本主義を立ち上げた人と言われています。で、この下に合本主義とはと書いてますけれども、合本主義というのはですね、一番重要なのは公益を追求するというところですね。自分の会社だけ儲かったらいいっていう考えではなくてですね、利他的な考え、公益を追求するという使命や目的を達成するのに最も適した人材と資本を集めて事業を推進させる。まあ今日集まっていただいてですね、FA プロダクツさん、コネクトロボティクさん、エプソンさん、はじめとしてね、皆さんこういう最も適した人材としてね、お集まりいただいていると思っております。で、我々が考えてます、協会、日本創造協会が考えてますですね、新しい合本主義。まず目的は人手不足をなくす。創造業界ですね、人手不足でもう皆さん困ってるんですね。で、中国の方もなかなかもう来られなくなって、ベトナムの方のお世話になってるけども、ベトナムの方もなかなかね、こういう状況下であまり来れなくなる。人手不足で非常に困っている。これを解消しよう。さらに利益向上していこうと。それでもですね、成長と分配。これは岸田さんが新しい資本主義でお話しされている骨子と同じなんですけども、成長と分配。まず成長をですね、業界の課題を合本させていく。一社だけの課題ではなくて、業界みんなの共通した課題ですね。いわゆる協調利益の共通課題と呼ばれるもの。これを合本していく。なので、一つ作ればですね、もう一社だけに適用するんじゃなくて、何百社にね、適用ができる。こういった課題を明確にしようというのがまず一つ。二つ目に、その課題を解決するために、トップの技術ベンダーが合本する。まあ、今日お集まり、先ほど申し上げた FA プロダクトさん、コネクトロボティクさん、ティームクロスウェイって言った方がいいのかな。コネクトロボットさん、で、エプソンさん、等々、皆さんがトップレベルの、ね、技術、ベンダーが合本すると。その合本によってですね、それ、さらにですね、ユーザーとも合本していくと。ユーザーと初めから合本して一緒にやっていく。まあ、私の日立製作所のね、エンジニア時代、こういうのやったらいいよねって言ってシステムとかね、製品作る。でも、お客さん持っていくと、ね、全然いらないって言われちゃう。そうではなくて、初めからユーザーさんと一緒になって本当に使えるものをね、作るためにユーザーとベンダーが合本すると。で、ロボフレを推進してロボット AI で機械化していくというところです。まあ、それによって企業の人手不足を解消して人件費を下げて利益を上げる。それが税金になるわけですね。で、右の方に行って税金がアップして、それをまた左の方、分配という形で企業に還流させていく。まあ、こういうことができたらなと思って、今、題目で官民がね、共同でっていうと、官と民が共同して、こういうことをやっていく。これは我々考えてます。新しい合本主義です。
で、先ほどもね、皆さんからお話ありましたけども、食品製造といっても、一律に言っても5万社ある中でですね、一番人手がかかっているところっていうのは、実は惣菜製造企業なのね。まあ、120〜130万人いるといわれる直労の半分以上が、惣菜製造に従事されていると。で、先ほどもありましたけど、賃金も上昇してね、で、コロナ禍でもうリスクも非常に大きい、人も入ってこない。で、なら機械化したらいいじゃないかって言われてもですね、機械化がこれも非常に難しくてできなかったと。これ非常に難しい課題であったというところですね。で、そのためですね、我々ロボフレの施策として一つ目、実現性を担保しようと。まず、難しいんであれば、難しいのに対応したら技術を持っている。で、共感、この考えに共感してくれた人がみんな集まっていただくチームアップですね。それと周辺のロボフレ環境を良くしていく。饅頭とかですね、容器とかですね、惣菜入れる容器とか。このロボットを扱いやすいやつにしよう。あるいは商品仕様をロボフレ化する。で、もう一つですね、部分最適じゃなくて全体最適もやらないと効果が出ないことがありますよね。データルツインを使って、先ほど天野さんが、ね、ご説明いただいた、データルツインを使った生産プロセスを最適化する。あるいはですね、量子コンピューターを使ってシフト計算を最適化する。こういうことを取り組んでいます。で、さらに誰もが、先ほど三郎さんがね、おっしゃられた、簡単にもうポンって入れたらすぐ使える。単にしよう。ソリューションの家電化っていうのも必要だと思って進めております。さらにですね、そもそも値段が高かったら、中小企業の方買えないんですよね。なので、安くする。徹底的に安くする。外縁にですね、多軸アームを使うっていうね、普通の発想ではなくて、なるべく安いロボット、スカラーロボットを使いこなす。これはデータルツインでね、使いこなすのを FA さんがやられてます。で、使いこなす。さらにエプソンさんの力で、さらに安くしていく。で、周辺も同じくどんどん下げていく。どこよりも安くいくっていうところですね。で、目標はですね、1台500万円。まだ無理ですけどね。1台目標500万円にする。そうすると2年間で回収が効く値段になる。そうするとみんなが使えるようになってくるわけですね。はい。で、そのようなですね、食品 TC というのは先ほどから少し出ておりましたけど、これは経産省が作られた組織です。いろんな、それぞれのコンピタンスを持ったですね、企業さんが集まっていただいています。で、システム構築とかですね、ロボット制御、盛り付けハンド、AI ビジョン、レンカロボですね、量子コンピューター、データルツイン、あるいは AI、で、容器系、リース、レンタル、こういう皆さんがね、一緒になって、助け合ってやっている。これが我々の食品 TC でございます。で、それを、まずはですね、惣菜製造企業にこれを提供していくというところです。で、プロジェクト我々の理念ですね、対戦している理念がですね、人手不足のない世界を創造するために、一社がチームのために、チーム皆が一つの志のために、これ、ワンフォール、オールフォーワン。理の精神ですね。今、ラグビーいろいろね、騒がれてますけども、ラグビーでもよく言われる言葉です。ワン・フォー・オール・オール・ワン。これを非常に大切にしてます。で、22年度、先ほども皆さんがね、説明あったので、簡単にたたっといきます。一番最初にね、いろんなことをやったんですけど、今日ちょっとお話ししたのはここだけですね。アクスバリー東海に入れた、惣菜盛り付けロボット。これは業界初になります。4台入れて、7名、はい。必要だったラインを4人精進化して3人でできるようになっているというところでございます。で、先ほども沢登さんから、ね、紹介ありました。このロボット大賞を受賞したというところですね。で、これは成功は一つの、ポイントはですね、これはマックスバリュー東海さん、ユーザー企業の、経営者から下までですね、みんなが同じ気持ちでですね、利他の気持ち、ここで、ここに書いてますね、ここで競争する必要はなくて、普及拡大することで、低価格を図り、業界全体の生産性を上げていきたい。これ自分たちだけ良ければいいという考えじゃなくて、他の企業さんも良くなって、業界全体上がってね、いきたいと。こう考えてね、進めていただきました。これはワホール・オルファーの精神です。で、今年度ですね、数々のですね、プロジェクトを今立ち上げてます。いっぱいあるんですけども、まずはですね、作業のロボフレロボット化。この惣菜の盛り付けだけじゃなくてですね、他の工程も全部ロボット化していこうと。さらにお弁当もね、盛り付けも、ロボット化していく。このロボットを今、開発しています。
これは来年の3月にすべて現場で運用までやっていくというところです。で、もう一つ目でね、製造の全体最適ですね。先ほど申し上げたデータリチンと量子コンピューターを使ったものですね。それと、他のロボフレーカーですね。システム全体のレンタルリースモデルの構築を進めています。キャッシュフローが厳しいお客さん、そういう方でも、ね、リースで買える。こういう世界を作るためですね、その、モデルを今構築しているところです。さらに容器とかバンジューのロボフレーカー、これ容器メーカーさんの力をお借りしてですね、進めております。で、廉価なロボット構想設計。これは今日のね、主催のエプソンさんが、協力に進めていただいております。で、ユーザー企業15社ですね、レトロソリューション構築企業16社が、みんながですね、実は合本して、で、これを実現させる。今まで何年かかってもできなかったものを半年間でね、すべて現場運用までやっていく。これは合本の力です。で、先ほどこれ、再経営ですけど、同じものですけども、これをですね、実は総菜だけではないんですね。これは反化するとですね、同じ考えを他の業界でも持っていくわけですね。成長分配。これによって、今まで導入ができなかった中小企業ですね。99% の中小企業さんにですね、どん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 ロボット化が進んでいく。あるいは他のソリューションもですね、こういう形で進んでいく。こういうのをね、目指していきたいと思っています。で、ロボ実現のキーはですね、これ、利他を基にする合本主義って書いてますけども、利他ってですね、まず頭理解できるけど、なかなか綺麗事にね、聞こえて、なかなかうまく実行できないっていうのは本音かもわかんないですね。で、利他になるにはどうしたらいいか。これちょっとね、全然、ロボットとは関係ない話します。私、日立にいた時に脳科学のね、こともやってるの、いろんな脳科学の先生から教えていただいた、一番腑に落ちるところをお話します。利他になれないのはですね、しょうがないんです。人間の脳の中に扁桃体という非常に重要なセンサーがありますね。外敵から身を守るためのセンサー。外敵が来たら、飽きたって言ってね、センシングする。で、これは異常興奮してしまうとどうなるかというと、みんなが敵に見えちゃうんですね。で、妬みとか、それみとか、一番悪い異常感、感情がね、芽生える。これはあまり強くなりすぎると脳がおかしくなるんですね、実は。コルチゾールとかいろんなホルモンが出てる。破壊されていく。で、頭がおかしくなっちゃうんですね。で、そうならないためにどうしたらいいか。ですね、これ実はよく、最近よく言われてるのは、セロトニンを強化すると、このいらない異常興奮がなくなると言われてるんですね、扁桃体。で、まあ、これごちゃごちゃしますけど、まあ、脳って全部電気信号流れているんですけども、電気を通さないこの間が空いてるところ、ここはホルモンっていう化学物質を出して伝達するわけですね。で、セロトニンがこれ減ってしまうと、実はその脳の電気信号が流れなくなって、脳の機能が落ちて鬱になっちゃいます。で、セロトニンを強くする。どうしたらいいか。単純になんでね。朝、納豆か卵かバナナ、牛乳、ヨーグルトを食べる。もう皆さん食べられてる人もおられるかもしれないですね。前駆体のトリプトファンが含まれてるんでね、このセロトニンの前のになる化学物質、トリプトファンが含まれてる。で、朝日を浴びる。で、腹式呼吸をする。8秒吐いて4秒吸う。これを15分毎日続ける。それは3ヶ月ですね。3ヶ月続けると、セロトニンが強化されると言われてます。一度実行をね、していただいて、みんながセロトニンが良くなって、みんながリタの気持ちになればね、非常にいい世界ができるかなと思います。で、こういう利他の心がね、広がって合本主義、ロボフレが実現したらどうなるか。まあ、一つ目は中小、先ほど申し上げた中小零細企業の機械化を実現してね、人手不足は解消される。で、ベンダーもユーザーもものすごいいっぱい量は10万台ってありましたけど、10万台よりもっといくと思うんですね、他の業界と。で、ベンダーもユーザーも収益、利益は向上し、税収も増加すると。で、こういった破壊的イノベーションが実現する、力がつけばですね、国際競争力がついて、輸出が増えて、で、さらに日本という国が、ね、豊かになっていく。で、さらに利他ですから、戦うっていうのがなくなるんですね。みんなが助け合って、できなかったことを実現する。そういうのはね、人類の文化になればね、一人一人が本当に幸せになって、戦争のない平和な世界になると。考えてます。ちょっと2分ぐらいオーバーしましたけども、以上で終わらせていただきます。ご清聴いただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。宮村ありがとうございました。
最後、リタのところ大変勉強になりました。私ももう朝起きたら必ずバナナからスタートしたいなと。腹式呼吸をしっかりやると、荻野フェローみたいな方になられる、なれるということですね。とんでもないですね。まだまだ、まだまだです、私はね。いやいやいや。ありがとうございました。はい、ということで今聞きいただいたように我々、今また次のチャレンジ取り組みということで、様々な開発を行っております。各社ね、各ように。でまたこれみんなで合本主義してですね、実装に向けていくということのまたフェーズに入っていくかなというふうに思うんですけれども、どうでしょう、まだね、お時間もありますから、ちょっと皆様と一緒にですね、この食品産業の未来みたいなところをね、ちょっと少し最後お時間が許す限りお話をさせていただきたいなと思うんですけど、どうでしょう、矢部さん、メーカーさん的に見ると。そうですね、はい、先ほどやっぱり沢登さんからもありましたけど、ね、食品の現場にいらっしゃる方って本当にこうロボットって何ができるの、うんうん、こうどれぐらいかかるの、何をしてくれるのっていうところがわからないようなやっぱり方が多いので、うん、おっしゃるように本当にもう何でしょうね、ルンバではないですけど、ボタン一つで動けるような装置で、ロボットもまあ洗浄性が非常に上がったりとかですね、本当にこう、何でしょうね、ユーザーフレンドリーな環境を作るべくの、取り組みに関しては、お客様とコミュニケーションしながらやらせていただきたいなっていうのは、はい、常に考えております。なので、お客様のレベルを上げるというよりは、お客様に合った環境をやっぱり我々が提供しなければ、その広がりっていうのは難しいのかなっていうのは、はい、感じています。はい。小木野さん、どうでしょうか。惣菜協会の皆さんってやっぱりこういう、我々がこれからご提供、ご提案していくようなものっていうのは非常にやっぱり求められてらっしゃいますよね。うん。おっしゃる通りです。これね、ロボットが今、こう、頭打ちされてますよ。で、私、前職キューピーなんでね、よくわかるって、ちょっと語弊があるか、あれが横柄な言い方ですけど、キューピーだとね、お金があるので、高い機械でも買えるわけですね。で、買って、もう自動化大体、もう全部できてるわけですよね。そうすると、あと、保守見てて交換するしかない。で、ほんじゃ次、それを中小企業に持っていけるかっていうと、非常にスペックの高い、値段の高いものになってるんですね。で、キューピー生産技術って優秀な生産技術もいっぱいいるんで、それを使いこなす技術もある。簡単じゃなくても使えるわけですね。で、そういうものは中小企業に持っていくわけにはいかないね。なかなか受け入れられない。で、なのでロボットはこう、もうサチュエーションし始めてるわけですね、一つはね。なので、今おっしゃられたみたいに、簡単に、先ほど、サンドボイさんもおっしゃられてましたけども、もう、入れたらすぐ使える、うん、そう、なおかつ安いってなると、もうみんなすぐに導入を図っていきますよね。皆さん本当に人手不足で困ってられるのでね、それが見たらもうすぐにどんどん、まあ、10万台って2030年じゃなくて2025年かもかまあ作るというところ、またね、ティームクロスエフェさんと皆さんのね、エプソンさんの力を借りてですからね、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もう惣菜協会さんの方でももう心待ちにしているというところですけど、佐野さんどうですかね。そうですね、ポテンシャルとしては非常に大きくて、食産業ってやっぱり世界的に見ても最も人が働いている産業の一つだと思うので、それぐらいの需要というか、市場の可能性はあるだろうと。一方でまだまだロボットがそんなにすぐには動かない、やってほしい性能がまだまだ出ない、汎用性が足りないといったところが非常にチャレンジングなので、私たちもそのチャレンジを楽しみながらやってるというのが実情で、まあ、楽しみとは言いながらも現場は本当に大変ですけれどもそこは我々がやるべきことなので、はいはい、ここにいる皆様と、はい、一緒に本当にワンチームで頑張っていきたいなと思ってますけどね。はい、ありがとうございます。あと、我々、チームクロス FA、FA プロダクツの方ではですね、まず、お気軽にお問い合わせいただきたいなと、こういうところに入れたいんだよと。で、私の方のプレゼンでも少しお見せしたんですけども、シミュレーションという、デジタル上でどういうふうに工場全体採適していくのかっていうね、荻野フェローからもありましたけども、全体採適って非常に大事で、いきなりロボットを入れるとかっていうことよりは、まず全体としてどういうことが、いわゆる工程合理化ですとか、省力化できるのかっていう。で、ロボフレのもう一つの意味は、やっぱりそのやり方自体を今は全部人に合わせてる
ですよね。人が前提で全て設計されてるんですけど、ここに対してロボット前提で構想をし直すっていう作業もあると我々としては非常に導入しやすくなるわけなんです。なので、私のところにもちょっとお見せしましたけど、7人を3人に、まあ、減らしたときにですね、どういうふうに工程が変わっていくのか、で全体スループットどうなっていくのかみたいなところは、まあ、ぶっつけ本番でリアル作って入れてすり合わせていくっていうのではやっぱり手間もお金もかかりすぎますし、ましてや中小企業さんなかなか厳しいと思います。でこれキューピーさんの時にもね、オギノフェロ1回全部やったんですよね。デジタル化やってみると、実はこの工程がボトルネックだなとか、逆にここは少し、まあ、簡単かなとかっていうところも見えてきますし、で一番のポイントは中小企業さん、まあ、今安価廉価っていう話もありましたけれども、じゃあ一体いくらだったらいつ回収できるのかっていうのはやっぱ気になると思うんですよね。ここは正確な未来予測シミュレーションをしっかりさせていただいて、我々の提供するサービスとその回収期間だったり、あるいはその会社さんがどこの地域にあるのかとか、そんなこともですね、多分関係性が出てくると思いますから、まあ言ったらどれぐらい人が採用できるのかっていうのは、多分その地域の労働人口とかと比例して多分分かるはずなんですよね。と5年10年ぐらいの計画を立てて、どのタイミングにまでどれぐらいの自動化をしないとそもそも社業が成り立たないかもしれないみたいなところからバックキャストしていただいて、我々とその目標設定をすり合わせて、じゃあこの会社さんにはこのぐらいの予算でこのぐらいの装置をいついつまでに入れていきましょうと。でこの時にもしですね、トータルのいきなりの設備投資額が大きすぎるって出た場合には、先ほど少し荻野さんからもありましたけれども、サブスク的にいわゆるリース会社さんだったりとか、そういった金融機関の皆様のいわゆるご協力もいただきながら、まあ、人件費的なですね、いわゆる変動費として導入するなんていうことも、うん、まあ、当然検討に入ってくるわけですよね。こういったトータルでの、まあ、ソリューションで必ずはですね、中小企業の皆様にこういった人手によらない自動の、まあ、食品の製造がご提供できるというふうに考えております。ということで、今回はですね、特別ゲスト荻野フェローにもご参加京都からいただきまして、我々3名でお送りしてまいりました。皆様最後まで、ご視聴本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。